駿河街道は、愛知県名古屋市の名古屋城下天満調査の辻より、昭和区川名、天白区平張りを経てう頭で、東海道に至る街道である。江戸時代、徳川家康が名古屋と駿河を王冠するために開かれた道であり、この道を、江戸時代の文献は、駿河街道で表記されている、由緒正しい道の名前である。現在の愛知県道十六号名古屋岡崎線は、 この路線を継承している部分が多いが、各所に時代とともに変遷していった形跡を乱すことができる。天馬調査の辻より東へ、久屋第一を越えてからは南東へ斜めに伸びる道は、数々の道路計画を経ても、地図で、おおむね確認できる。吹上よりほぼ、愛知県道56号名古屋岡崎線、地下鉄川野駅、入中駅は一筋北側の道。 やごと駅では南側に分かれる道、平ら西口交差点から急道に進みたいの宿場を通り、平ら三丁目を越えても道なりに、秋葉山の山裾を通り、愛知県道56号名古屋岡崎線に再合流、東、白土、春木、夕福寺、境川を越えて、明治、明治平成南の交差点を、道なりに、明治松葉池を過ぎ、堤町牛藩、 藍イ真マウナガは、高岡町松場を経て、若林西町長根の交差点脇の旧道を南へ、若林東町新屋敷でまた、愛知県道56号名古屋岡崎線になり、広見町号南交差点より、道なりの旧道を進むと、東海道を頭に至る。名古屋城下、城下町の南東部に位置する旧駿河町を起点とする、説がある。江戸時代初期の街道絵図。 国江図、絵巻などに描かれ、江戸時代の文献には、尾張より駿河へ向かう道としてその名を、駿河街道、あるいは、三河方面より名古屋へ向かう道として、名古屋道と書いている。江戸時代の文献には、駿河あるいは、名古屋以外の街道名で表記された文献は、見つかっていない。現在の地図にこの道は、愛知県道56号、国道153号、 飯田街道の表記がある。江戸時代初期、徳川家康は頭から名古屋城下までは、東海道ではなく、駿河街道を利用したと考えられる。駿河街道の一律下の地区は、慶長17年の江戸幕府の例によるもの。ありがとうございます。